さて、カイトに言われて来たのはいいが、頼み事ってなんだ？お菓子をたくさん買いすぎちゃったから、一緒に食べてほしいなとか？あるいは、ロケットが手に入ったから、司くんを入れて飛ばしてみたいとかかもしれないね。はいはい、それは二人がしたいことでしょ。いや、早速なんだけど、今日は紹介したい仲間がいるんだ。みんな、はじめまして、リンだよ。お、鏡音リンだと？カイトからみんなのこと聞いたよ。すっごく楽しいショーをするんでしょ？それでね、リン、みんなのショーを見てみたいの。なるほど、カイトの頼みというのはそういうことか。ふん、そこまで熱烈に求められたのならば、スターとして答えないわけにはいかないな。はいはい、司くん、ミクも一緒にやりたい。いいだろう、どんと来い。では早速開演するぞ。用意はいいか？おお。そうだろう、そうだろうとも。はいはい、すぐ調子乗るんだから。あ、そうだ、せっかくだし、リンちゃんのショーをやってみたらどう？わー、それいいね。ねえみんな、観客として見るのと役者として演じるのでは感じる楽しさがまるで違うからね。いいの？やったー、ありがとう。よし、では第2幕の開演だ。行くぞ。
喜んでもらえて何よりだよ。ああ、俺たちのショーはみんなを笑顔にするためにあるからな。うん、また一緒に楽しいショーをやらせてね。いやあ、今日はいいショーができたな。これからもこの調子で素晴らしいショーを作るぞ。はあ、うわ、なんだかステージがキラキラしてる。あ、あっちの方にもいっぱいだよ。すごい。あれは思いの時間だね。世界を通してショーを見てくれた誰かが笑顔になってくれてるんじゃないかな。そうなんだ。じゃあみんな、私たちのショーを見てくれてありがとう。これからも面白いショーをやるから、また見に来てね。4人とも、今日はみんなのために本当にありがとう。うんうん、またみんなでショーをやろうね。もちろん。あ、じゃあ明日やる？それとも今もう一回歌っちゃう？それはさすがに気が早いでしょ。まったく。